はい、一度塗り目が終了しました。結構吸い込みがあるのでムラムラになってますね。まあ二度塗り、もしかしたら三度塗りするかもしれません。これはモヤですね。反対のモヤもこんな感じ。一応うなぎの方も塗装しました。これですね、結構白もいい感じですね。反対の妻側は、茶色に塗ってますけど、こっちは白にしてみました。はい、次は、窓枠のトリムと言われる部分を塗っていこうと思います。この緑色っぽいやつですね。これはもう一度塗りしているので、2回目の塗装になります。2回目、塗装完了です。こんな感じです。1回目は吸い込みますけども、2回目の方は吸い込まないのでささっと塗れますね。はい、以上です。昨日塗りましたムナギとモヤ、白く塗りましたけども、今日は2回目の塗装をしていきたいと思います。このトリムのところも昨日一通り2回目の塗装を終わりました。これですね、お相撲のホワイト塗ってます。カントリーカラープラスのホワイトですね。昨日塗ったところはこんな感じです。結構染み込んでムラムラになってますね。こんな感じです。
2ドル塗り目が完了しました。まあまあ綺麗に仕上がったのではないでしょうか。こんな感じです。こっちがうなぎになります。で、あれがもう一個のもやですね。